はい、皆さんお元気ですか。ブラジルサンパウロ在住ギタリスト金田昌司でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、やってまいりました。本日も金ブラチャンネル、このチャンネルではですね、主にブラジル音楽を中心にいろんな話をしていこうかなと思ってます。なのでもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。画面右下の金ブラチャンネルマークを押してもらったらすぐチャンネル登録できますのでよろしくお願いします。はい、本日はですね、この曲を紹介したいと思います。はい、リジアという曲です。リジア、この曲はですね、トム・ジョビンの曲ですね。こんな人が、演奏したり歌ったりしてます。ただ今回紹介したいのはですね、ちょっと変わったというか特殊なアレンジがされているバージョンになります。はい、どんなアレンジかと言いますと、ローファイヒップホップバージョンになります。ローファイリミックスですね。ローファイリミックスとは何ぞやと、まあ、僕もあんまりこの手のジャンルについてはですね詳しくないんですけど、まあ、ネットでちょっと調べてみたところですね、まあオリジナルの曲があって、その音源に、ビートを乗せると、まあ、ヒップホップとかああいう感じので、ただそのビートの感じとかがこう若干なんていうんですかね、こうずれるというか後乗りになった感じのものをこうオリジナルの曲に乗せていくという感じにらしいです。まあ、ちょっとこれで正しいこのローファイヒップホップの紹介になるのかわかんないですけど、あとローファイヒップホップと呼ぶ以外ですね、チルホップとかいう言い方もするみたいですね。チルホップ、はい。で、今日僕が紹介したいのはですね、リジアっていう曲のローファイヒップホップバージョンになるんですけど、でこのリジアは、トム・ジョビンのバージョンじゃなくてですね、アナ・セットンという、女性歌手のバージョンを、リミックスしたものになりますね。アナ・セットンという歌手、すごい何ていうんですかね、声がいいというか、すごい好きな歌手の一人です。多分この音源はですね、CD に入ってるやつじゃなくて、多分携帯とかで撮った感じのやつを素材に使ってるのかもしれないですね。はい。で、今この紹介してるやつは概要欄に全部リンクの方、YouTube で全部見れますんで、リンクの方貼っとくので、ぜひ一回見てください。リジア。なので、まとめるとですね、リジアっていう曲がありまして、トム・ジョビンの曲ですね。この曲をアナ・セットンという女性歌手が歌っているのを元にリミックスしていると、ローファイヒップホップにリミックスしているっていう感じですね。でこれ誰がリミックスしているのかと言いますとですね、多分この人だと思うんですけどね、ガブリエル M0 合ってんのかな、ガブリエル M0 さんという方がリミックスしていると思います。で彼の YouTube のチャンネルのリンクも概要欄に貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。はい。で、この、まあ、ローファイヒップホップのリミックスはですね、僕もすごい興味があって、なんかこう自分のやってる音楽にすごい取り入れていきたいなと思ってるんですね。で、いろいろ僕も試している途中でして、この前僕の動画に出てくれはった田原良寿副住職さんの、お経ですね、お経に僕のギターのリフとあとはこうビートを乗せてですね、なんかこう今言ってるこのローファイリミックスみたいにしたかったんですけど、あんまりちょっとうまいこと、ちょっと僕がイメージしてる感じはいかなかったんですけど、悪くはないんですけどね、なんかもうちょっとこういい感じにできそうな音源にはなりました。まあそちらもですね、
気になる方はぜひチェックしてみてください。リンクの方概要欄に貼っときます。 YouTube で全部見れます。はい。で僕がこの何ですかジャンルの中ですごい好きな、ミュージシャンというかアーティストの方がいてはって、 J ・ディラっていう人なんですけど、まあ、この手の音楽ジャンルの中ではもう何て言うんですかね、神様的存在というか創始者的な感じの人ですね。パイオニアっていうんですか。でその人の、リミックスしてるやつでマイルス・デイビスの「ブルーイングリーン」っていう曲があるんですね。確か1960年代やったかな、発表した「カインド・オブ・ブルー」っていう、名盤の中に収録されてる曲で「ブルーイングリーン」っていう曲があります。でまあこの曲、まあ、この何ていうんですかマイルス・デイビスのアルバムをすごい紹介したいんですけど、まあちょっとそれすると今回の紹介した曲の、意図から外れるので、今回はまあ紹介の方はせず、まあ今度次回機会があったら紹介したいなと思います。はい。で、その曲のある一部分リフを使ってこの J ・ディラっていう人がリミックスしてるんですけど、これがまためちゃくちゃかっこいいんですよね。なんていうんですかね、曲としてはなんかまあ終わりがない感じなんですよ。ずっとこう続いていくっていう感じというか、なんかすごいちょっと癖になるというか、はまってまう感じですね。まあ、その曲のリンクも概要欄の方に貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。すごい、かっこいい曲です。僕もすごい好きですね。で、このジャンルのことをいろいろ調べてると、なんかいっぱい出てくるんですね。僕はあんまりこう、詳しくなくてですね、今勉強中なんですけど、すごいなんか、いろんな、リミックスがあってなんか面白いなと思いました。ただなんか参考になるっていうかすごい勉強になるというか、なんていうんですかね、ある意味ではすごいこう音楽の重要な部分というか、なんていうんですかね、まあ、いわゆるループというか繰り返し、まあ、リズムもそうやし、この、リフの感じも繰り返しが多いというか、もうほぼ繰り返しばっかりなんですよね。なんでこれをなんか聞いてるとなんかハマりやすいというか、うまいこと説明できないですけどトリップしやすいというかハマりやすいというか、すごくまあ、いろんな人にうまいことこう入り込んでいけるような感じの曲だと思いますね。まあ、曲というかジャンルですね。入り込んでいきやすいジャンルだと思います。やっぱり繰り返しっていうのは僕すごい大切だと思うんですね。まあ、メロディーの繰り返しとか、リフの繰り返しとか、リズムとかのね、繰り返しとか。ただこう、なんていうんですかね。まあ、僕の作ってる曲とかあんまり繰り返しがなくてですね、まあ、覚えにくい曲が結構多いとは言われるんですけど、それとは全く正反対でこう繰り返しを連続することによって人がハマりやすい状況を作るというか、結局ハマるということはその曲が頭の中でずっとループするっていうことになると思うんですよね。それってなんかなんていうんですかね、まあ商業的にも曲が売れるとかっていう部分でもすごい重要なことなんちゃうかなと思います。はい。まあ、昔で言えばベートーベンのね、ダダダダーンとかダダダダーンとか、クラシックのね、もうメロディー繰り返しですよね。メロディーのその音程は違いますけど、リズムのね繰り返しとか、やっぱりクラシックのとこでもそういう繰り返しが重要視されてるっていうことはやっぱり大切なんですね、繰り返しっていうのはね。なので、まあ、なるべく僕も自分が曲書くときそういうのちょっとまあ意識したりするようにはしてます。はい。完全に意識せず、なんていうんですか、全く繰り返しのない曲も僕は多いんですけどね。はい、はい、本日はローファイヒップホップバージョンの
理事を紹介させてもらいました。はい、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あといいねボタンも押してもらえると最高に嬉しいのでよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。